これより獣王無尽のティガレックスのクエストを開始します。ティガレックス、恐ろしい方向と激しい、早速地図を確認してみましょう。私たちの現在位置がこちら。まずはこちらの場所を目指し痕跡を見つけましょう。道に迷ったら地図を開いてくださいね。この寒さはスタミナを消耗します。こんな時はホットドリンクを使いましょう。シルベムシが痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。シルベムシが痕跡を追い始めました。緑色の光の帯についていきましょう。モンスターの狩猟が始まるとシルベムシが隠れてしまいます。ご注意を。ハンマーは打撃力の高い近接武器です。頭を殴ると眉を起こすことができます。武器ごとに連携が変わるのでハンターノートで確認してみてください。抜刀中でもスリンガーが使えます。使いどころを見極めましょう。生態マップでは現在の位置やガイド先、モンスターなどを確認することができます。生態マップからキャンプを選択することでファストトラベルすることもでき、生態マップからキャンプを選択することでファストトラベルすることもできますよ。シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。ロックオンカメラを使えばモンスターを見失わずに済みますよ。このモンスターがクエストターゲットです。さあ討伐を目指しましょう。攻撃を回避してください。まともに食らわないように注意です。体力が低くなっています。離れて回復薬を使ってください。
ですよ。モンスターに乗りました。ダウンを取るチャンスです。Thank you.
以外のモンスターです。無理な狩りは禁物ですよ。攻撃を当てた部位の肉質が柔らかくなりました。